皆さんこんばんは。今夜はここ阪神甲子園球場から西武対阪神の一戦を実況担当沢木直樹でお伝えいたします。ライオンズの先発は涌井、対するタイガースの先発は石川となっています。さあ間もなくプレーボールとなります。まずは1回の表タイガースの攻撃、トップバッターは赤星。第1球を投げました。外角高め、ストレート決まってストライク。投げました、打ちました。中村ボールを取った、ファーストへ送り、アウト。ワンアウトです。バッターは2番平野。投げました、インコース低め見送ってストライク。初球まずは入れてきました。さあ2球目打った、レフト前ヒット、クリーンヒットです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。3番ファースト荒井、外角低め、当てはボール。25第2球を投げた、内角打った、レフトへ上がっている、入るか入るか、レフト見上げた、ホームラン、ホームランです。先制ツーランホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった。タイガースファン大喜び、タイガース先制2対0。内角低めカットボール決まってストライク。ワンナシン、初球ストライクから第2球を投げた、外角低めいっぱいストライク。追い込んでから投げた、フォーク打ちました。ジージー佐藤バックしていった、取りました、これで2アウト。そして左バッターボックスには鳥谷、ショート鳥谷、背番号1、ストレート見送ってボール。投げました、おシュート外れました。鳥谷集中しています。ノーツーから第3球を投げました、ヒットになります。さあこれで2アウトランナー1塁。投げました、直球ストライク。1球目ストライクから投げました、打った、ショートボールを掴んだ、1塁へ、アウト。1回の表が終わって2対0タイガース、まずは先制しています。これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは片岡、インコース高めいっぱいストライク。投げました、打ちました、取って、これでワンアウト。バッターは2番赤田、第1球を投げた、真ん中高め直球ストライク。初球ストライクから第2球を投げた、アウトコース高め打った、セカンド横飛び、一塁送球アウト。バッターは3番中島、3番ショート中島、流し打ちどうだ、ヒット、ボールは中継。さあ2アウトからのランナーが出ました。4番タイガース、ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。内角高め、判定をボール。さあ次の投球です、投球ストライク、キャッチャー2塁送球、判定はアウト。刺されました。1回終わって2対0タイガース、2点リードは変わりません。これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは7番メンチ、さあ1球目まっすぐ決まったストライク。打った、ファウル、ファウルボールにご注意ください。前に出る、ボールは中継、タイガー先頭バッター出塁です。指名打者リー、あーっとパスボール、31ベンチ2塁へ、投げた、スライダー見送ってボール。さあ3球目、変化球ストライク、インコースへ、スライダーを使ってきました。打った、ファースト取った、一塁へ、アウト、ワンアウト、ワンアウトランナー三塁に変わります。
バッターは9番矢野、シュート決まってワンダッシング。投げました、低め判定はボール。投げました、膝元、シュート決まってストライク。ツーンワンと追い込んでいます。次は4球目、投げました、打った、クリーンヒット。ボールは中継、タイガースさらに1点追加、矢野タイムリーヒット。ワンアウトランナー1塁に変わります。打順トップに帰って赤星、最初の打席は内野ゴロに倒れています。投げました、フォーク決まってストライク。涌井追い込んでいます。第3球を投げました、ボール落ちる球外れました。さあ4球目、外角低め、タイムリー三振。バッターは2番平野、今日2打席目。フォークはストライク、低めいっぱいの球。第2球を投げた、落ちる球、ボール外れました。これはわずかに低いか、シュート外れました。ワンストライクツーボール。第4球を投げた、打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。2回表が終了して3対0、涌井この回さらに1点を失っています。2回の裏3点を追いかけますライオンズの攻撃、この回の先頭バッターは中村。さあ初球打った、伸びた、伸びていった、センター見送った、ホームラン。そのホームラン、白球は無情にもバックスクリーンへ。初球から思い切っていきました。大歓声がスタジアムを包みます。直球ストライク、インローへ、速い球できました。第2球を投げた、第3球を投げた、インコース低め空振り、ストレートでグイグイ押してきます。第4球を投げました、打った、ライトへ持っていった、ベンチ交代、これはヒットになります。GG 佐藤、二塁も狙う、 GG 佐藤、ライト後方へのツーベースヒット。ここでバッターボックスは後藤、第1球を投げました、二遊間抜けた、ヒット、ボールは中継。さあこれでノーアウトランナーは一塁三塁。さあ初球インサイドついてボール、第2球を投げました、直球決まってストライク、投げました、直球打った、入れば逆転、どうだ、入るか、レフトセンター見送った、ホームラン、ホームランです。逆転スリーランホームラン、失投を逃しませんでした、一振りで逆転。バッターは8番細川、8番キャッチャー細川、投げました、落ちる球外れました、これはわずかに低いか、投げました、ストレート打った、ショート取った、一塁送る、アウト、ワンアウト。左バッターボックスは9番石井、さあ初球フルスイング空振り、打ちました、ヒット、左中間ボールが点々としている、打ったバッターは一塁蹴って二塁を狙うか、ボールは中継、石井ツーベースヒット。ワンアウトランナー二塁に変わります。バッターは縦に変えて片岡、第1打席はセンターフライに倒れています。落とした、ボール、片岡よく選んでいます。セカンド牽制セーフ、第3球を投げた、アウトコース高め、直球を外れてボール、第4球を投げた、打った、切れました、ファウル。さあ投球5球目、よく見た、フォアボール、ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。さあ追加点のチャンスにバッター赤田、最初の打席はセカンドゴロに倒れています。投げました、膝元直球ストライク、まっすぐできました、まっすぐ空振り、ストレートで押してきます。さあ4球目、打った、ライナー二遊間抜けた、ボールは中継、赤田、これで2打数の1安打。投げました、見送ってボール、わずかに外。さあ次の投球です、直球ストライク、外角低めいっぱい、投げました、高めのストレート、ボール、
さあ4球目、思い切ったスイング空振り、投げました、切れていきます、投げました、アウトコース際どいところ、さあ7球目、ストレート空振り三振、ここで打者一巡してバッターは中村、投げました、フォークボールに送ってストライク、第2球を投げた、強振空振り、追い込んでから第3球を投げた、スイングアウト三振、中村3球三振、2回の裏が終わって4対3、ライオンズ1点リードに変わっています。タイガース、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番新井、今日2打点を挙げています。インコース、フォーク外れて、フォー、第2球を投げた、真ん中ストライク、ワンエンドワンから投げた、打ちました、ショート取ってファーストへ、アウト、ワンアウトです。左バッターボックスは4番金本、第1打席はライトフライに倒れています。初球外れてボール、わずかに内側、ボール1から第2球を投げました、打った、ライトボールを掴んでアウト、2アウト、バッターは5番鳥谷、ショート鳥谷、投げました、フォークボールストライク、内角低めいっぱい、第2球を投げました、ストライク、アウトコース厳しいところ、涌井、今の投球でちょうど40球目になります。追い込んで第3球を投げました、打ちました、ファールボール、ツーナッシュから投げました、打った、カウン、ファールボール、投げました、インコースのボール左へ、レフト前ヒット、鳥谷、今日これで2打数の2安打、第1球を投げた、スライダーはストライク、アウトコース高めいっぱい、さあ2球目、おっと自打球、ツーナッシングから投げた、ボール外れました、ボール低めわずかに外れた、2エンド2から投げた、流し打ち、掴んでこれで3アウトになります。一塁ランナー鳥谷残塁に終わりました。3回表が終了して4対3、ライオンズ1点リードは変わりません。これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは5番 GG 佐藤、これが2打席目になります。低め際どい、ボール、さあ次の投球です、打った、ショートボールを取る、ファーストへ送り、アウト、ワンアウト、バッターは指名打者後藤、今日2打席目、指名打者後藤、外への直球ボール、ノーストライクワンボール、第2球を投げました、内角低めいっぱいストライク、第3球を投げました、打ちました、赤星前進、落下点に入った、掴みました、後藤、センターフライに終わりました。右バッターボックスは五勝間、これが2打席目になります。第1球を投げました、まっすぐ決まったストライク、第2球を投げました、インコース詰まらせた、ファールボール、さあ3球目、ストレート打った、ヒットになります、ボールは中継、右バッターボックスは8番細川、最初の打席は内野ゴロに倒れています、打った、さあこれで2アウトランナーは1塁2塁、投げました、打った、二遊間ライナー破っていった、ボールは中継、石井、今日これで2打数の2安打、フォーク決まってストライク、1球目ストライクから投げた、直球を低め、さあ3球目、インド、フォーク決まってストライク、バッター追い込まれました、第4球を投げた、打ちました、取ってこれで3アウトチェンジ、結局満塁で終了です。3回が終わって4対3、ライオンズこの回無得点です。
ゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターはメンチ。今日2打席目。第1球を投げた。直球決まってストライク。アウトコース低めいっぱい。初球ストライクから投げた。打ちました。バックネット方向ファウル。ファウルボール。外のボール球打った。ファウルボール。ファウルボール。第4球を投げました。スライダー空振り三振。バッターは DH のリー。最初の打席はファーストゴロに倒れています。投げました。内角カットボール外れてボール。第2球を投げました。シュートはボール。アウトコース低め。投げました。ボール外れた。第4球を投げました。際どい球選んでフォアボール。涌井ストレートのフォアボールを与えます。9番キャッチャー一塁牽制球を送ります。セーフ。投げました。フォークはストライク。第2球を投げた。カットボールはボール。外へ。第3球を投げた。真ん中シュート決まってストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた。打った。片岡掴んだ。セカンドへ送る。アウト。一塁もアウト。ゲッツー。4回の表が終わって4対3ライオンズ。1点リードは変わりません。ライオンズこの回は2番からの好打順です。先頭バッターは2番赤田。初球打ち引っ張った。切れていきます。ファウル。投げた。直球打った。センター交代。取りました。ワンアウトです。バッターは3番中島。これが3打席目になります。第1球を投げた。初球を打った。ワンアウト。ボールを掴んだ。自らベースに入ってアウト。バッターは4番中村。今日3打席目。4番サード中村。投げました。アウトコース高め。わずかに外れた。ワンボールから第2球を投げました。ストライク。第3球を投げました。打った。ライトへの打球。ベンチ下がっていった。取りました。これで3アウト。最後はライトフライに倒れました。4回が終わって4対3ライオンズこの回0点に終わっています。タイガースこの回1番からの好打順。先頭バッターは1番赤星。これが3打席目になります。変化球ストライク低め。まずは初球決めてきました。投げました。高め見送ってストライク。第3球を投げました。ボール球引っ掛けた。セカンドボールを掴んだ。一塁へ。アウト。赤星今日ここまで3打数ノーヒットです。バッターは2番平野。今日3打席目。投げました。直球ストライク。スライダーをボール。胸元際どいところ。第3球目をボール。平野よく見ています。バッティングカウントになって投げた。ストレート打ちました。セカンド取った。送球がそれた。一塁アウト。バッターは3番新井。今日2打点を挙げています。ファースト新井。初球から打っていった。取ってアウト。3アウトチェンジ。タイガース打順トップからでしたが三者凡退に終わっています。5回表が終了して4対3ライオンズ1点リードは変わりません。これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは5番 GG 佐藤。これが3打席目になります。投げた。アウトロー打った。セカンド横飛び。センター前ヒット。グラブ弾いた。バッターは指名打者後藤。第1球を投げた。これはサード二塁へ。セカンドフォースアウト。一塁送球アウト。ダブルプレイ。セカンドゲッツーに仕留めました。バッターは7番五勝か。今日3打席目。投げました。第2球を投げました。これはボール。直球外れてワンエンドワン。ワンエンドワンから第3球を投げました。
これはショート一塁送り、アウト、スリーアウトになりました。前半終わって4対3、ライオンズこの回の攻撃は0で終わっています。ゲームは後半に入ります。この回の先頭バッターは金本、これが3打席目になります。さあ1球目、ボール、アウトサイド、わずかに外れた。投げました、外角高め、直球ストライク。涌井、今の投球でちょうど70球目になります。投球3球目、外のボール球を打った。ファウル、同じボールにご注意くださいませ。さあ4球目、インコース詰まった。この打球は取れるか、取れるか、落ちました、ヒーッ、二塁送球。金本、今日初めてのヒットになりました。さあ1球目、低め、スライダー外れてボン。第2球を投げました、変化球、胸元外れたボン。投球3球目、打った、ファウルボール。第4球を投げました、シュートはボン。第5球を投げた、引っ張った、ファウル。第6球を投げた、打ちました、ファウルボール。打ちました、これはヒットになります。ボールは中継、鳥谷、これで3安打猛打賞。第1球を投げた、外際どいボール。さあ次の投球です、カットボールはストライク。投げた、3球目、空振り、2安打は。インサイド打ちました、掴みました、あと2塁ランナータッチアップ。三塁送球、セーフ、三塁はセーフ。ワンアウトランナー一塁三塁に変わります。右バッターボックスは7番レンチ、一打同点の場面を迎えています。第1球を投げました、低め見送ってボール。さあ2球目、外れたボール、一塁へ牽制球を送ります、セーフ。さあ3球目、高めわずかに外れてボール、投げました、打った、二塁送球、アウト。三塁ランナーホームイン、タイガー追いつきました。外角際どい球、ボール、一塁牽制、セーフ。投げました、打った、ファースト取って一塁キャンバス踏んでアウト、スリーアウトです。6回の表が終わって4対4、タイガースこの回1点返して同点としています。これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは8番細川、初球ストレート空振り、ワンナシン、直球ストライク、インハイへ、バッター追い込まれました。投げました、打ちました、ファーストボールを取る、一塁踏んでアウト、ワンアウト。バッターは9番石井、これが3打席目になります。打ちました、初球打ち、ショート掴んだ、ファーストへアウト。打順は1番に戻って片岡、ここでヒットが出れば先発全員安打達成です。ボールストレート外れました、これはわずかに低いか。第2球を投げた、ボール直球外れました、片岡集中しています。さあ3球目、打った、引っ張った、ファウル、打ちました、新井、ボールを掴んだ、一塁ベースを踏んでアウト。最後は内野ゴロに打ち取られました。6回の裏側は4対4、同点です。ご声援くださいませ。いよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは9番矢野、今日3打席目、低め際どい球、ボン、ワンボール。シュート見送ってストライク、ワイドワン。第3球を投げた、打った、これはファースト、自分でベースを踏んでアウト、ワンアウトです。打順トップに帰って赤星、今日4打席目、真ん中にストライク、まずは初球決めてきました。1球
球目ストライクから投げました。フォーク打ちました。セカンド取ってファーストに送りアウト。左バッターボックスは2番平野。ここまで1安打。投げました。低め見送ってストライク。初球まずは入れてきました。初球ストライクから投げました。直球空振り。投げました。シュート空振り三振。満員の阪神甲子園球場、ライオンズファンの願いが詰まった青いジェット風船が今舞い上がりました。ここでタイムがかかります。石川マウンドを降りまして、渡辺今日2人目のピッチャーとして登板です。石川7回の裏、ライオンズのダッキーセブンの攻撃。先頭バッターは2番赤田。ここまでヒットは1本。センター赤田第2球を投げました。赤星前に出る。取りました。これでワンアウト。バッターは3番中島。今日はヒットが1本。ショート中島初球外れたボール。ワンボール。初球ボールから投げた。スライダー決まってストライク。ワンエンドワンから投げた。チェンジアップはストライク。チェンジアップ打った。センター前のヒットになります。ボールは中継。中島これで今日は4打数の2安打。投げた。インコース低めいっぱいストライク。まずは初球決めてきました。スライダー打ちました。打球後ろファウルボール。ご注意くださいませ。投げました。あと打ち上げた。取りました。中島飛び出している。ここまで2安打のジージー佐藤。5番ライト投げました。初球外れてボール。さあ2球目変化球ストライク低め。ワンストライクワンボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。セーフ。第3球を投げました。チェンジアップ決まった。ストライク。さあ追い込まれました。第4球を投げました。平野取った。一塁へアウト。これで3アウト。一塁ランナー中島残塁に終わりました。7回が終わって4対4ライオンズダッキーセブンの攻撃は0で終わりました。ここでタイムです。涌井5番岡本今日2番手としてマウンドに上がります。タイガースこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番新井。今日はツーランホームラン1本。片岡ボールを取った。一塁アウト。ワンアウト。左バッターボックスは4番金本。ここまで1アウト。まっすぐ決まったストライク。ワンナシン引っ張った。ヒット。金本2塁を狙う。2塁を送る。セーフ。金本ライト線ツーベースを放ちました。ワンアウトランナー2塁に変わります。さあ勝ち越しのチャンスにバッター鳥谷。さあここで得点が入りますとこの試合で大きな意味を持ちます。さあ2球目打った。ドカチカ前に出る。掴みました。バッターは6番関本。一打勝ち越しの場面を迎えています。アウトの直球ストライク。まずは初球決めてきました。さあ2球目打った。ファウル。インハイ打った。ボールは後ろ。ファウルボール。ストレートボール内角へ。ツーストライクワンボール。直球のインコースへ。ツーツー平行カウント。さあ6球目打ちました。ヒット。ボールは中継。バックホームはどうか。セーフ。タイガーここで勝ち越しました。関本タイムリーヒット。関本思わずガッツポーズ。タイガーこれで勢いがつきそうです。そして右バッターボックスにはメンチ。ここまでヒットは1本。打った。引っ張った。ファウルボール。ファウルボールにご注意ください。第2球を投げた。打った。あっと弾いた。一塁送球。記録は内野安打。そして迎えるバッターはリー。タイガース追加点のチャンスを迎えています。初球打ちました。細川足が止まって構えた。がっちりキャッチ。8回の表が終わって5対4タイガース1点勝ち越しです。
ここでタイムを取りました。渡辺マウンドを降りましてウィリアム、今日3人目のピッチャーとして登板です。これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者後藤、今日はヒットが1本。6番指名打者後藤、速球外れました、わずかに外。第3球を投げました、投げました、インコース詰まらせた、取りました。後藤サードライナーに終わりました。バッターは7番五勝か、これが4打席目になります。速球ストライク、膝元厳しいところ、1球目ストライクから投げました、高め、判定はボール。投球3球目、インサイド打った、プール打球は後方へ、ツーエンドワンから投げました、見送ってボール。五勝かよく選んでいます。さあ投球5球目、打った、取ってアウト、ツーアウト。バッターは8番細川、第1球を投げた、スライダーストライク、速球ボール、インコース際どいところ、速球打った、左中間へ入れば同点、どうだ、フェンスダイレクト、細川一気に2塁へ。ライオンズ今日3本目のツーベースヒット、今日2本のヒットを放っている石井、さあこのチャンスをものにできるか。第1球を投げた、低めわずかに外れても、第3球を投げた、打ちました、ベンチゆっくりと構えた、再びこれでスリーアウトになります。ウィリアムス見事ピンチを切り抜けました。タイガース、このまま流れをものにしたい、気迫が伝わってまいります。さあいよいよ9回に入ります。先頭バッターは9番矢野、ここまで1安打、これは見送ってボール、高め外れてワンエンドワン、内角棒球打った、ヒットになります。矢野、これで今日は4打数の2安打、第1球を投げた、セカンドへ、赤星送ることができませんでした。ワンアウトランナー1塁に変わります。バッターは2番平野、ここまでヒットは1本、1塁送るスコーリングポジションにランナーを送ってきました。ここで迎えるバッターは新井、今日はツーランホームラン1本、第1球を投げました、直球外れました、スライダー見送ってストライク、ワイドワン、第3球を投げました、あっと抜けた、第4球を投げました、ブーン、高めわずかに外れた、投げました、打った、セカンド丁寧に掴んだ、一塁送球アウト、スリーアウトです。結局二塁残塁で終了です。9回の表が終わって5対4タイガース無得点で終了です。ここでタイムがかかります。ウィリアムス降板、藤川今日4番手としてマウンドに上がります。ピッチャーウィリアムス、ライオンズこの回は打順よく1番からの攻撃です。先頭バッターは1番片岡、ここはなんとか塁に出たいところ、ファウル、投げました、打ち上げた、平野手を上げて掴みました、片岡セカンドフライに倒れました。バッターは2番赤田、第1球を投げた、打った、ヒット、赤田これで今日は5打数の2安打、打った、キャッチャー構えた、ファンカウントで取りました、あと1人、バッターは4番中村、甲子園球場は割れんばかりの歓声、打ちました、これはヒットになります。赤田三塁を狙う、三塁へ、三塁、赤田三塁です、とさあこれで2アウトランナーは一塁三塁、5番ライト GG 佐藤、打った、ピッチャーこれは守備範囲内、一塁へアウト、試合終了。
今日のハイライトシーンです。放送席ヒーローインタビューです。さて本日のヒーローは関本。今日の試合を決定づける勝ち越しタイムリーを放ちました。ご覧いただきましたように埼玉西武ライオンズ対阪神タイガース5対4タイガース僅差で勝ちました。実況担当川地直樹で甲子園球場からお伝えしました。